今ね、アメリカでは大統領選挙やヘチマや言うて話題がすごいんですけどもね、その中でもね、バイデンさんが選んだ副大統領ね、に選んだこのカマラ・ハリス首相、女性でマイノリティで初のね、副大統領に選ばれたということでね、もう地元ではわー言うてキャー言うてしてますけども、こちらバークレーのね、この小学校を彼女は出たんですよ。なのでご近所なんでちょっとね、ぜひぜひこれはもうちょっと取材に行っとかなあかんわ、いうことで、顔デビが行かんな、誰が行くねん、みたいないう感じで、うん、じゃがましわ、みたいな感じで行ってきました。はい。行ってきました、言うて、ほんまにいつも行く近所なんでね。はい。なんか申し訳ないんですけども。ですが、日本の皆様、これなかなかね、こういうね、姿見れないでしょ、姿、うん、こういう風なね、風景見れないでしょ、思って。で、この小学校ね、こうやって空いてるんですよ。で、これでも遊べるねんけども、マナジンラ内弁慶もう今日は遊ばへんいうことで出て行きました。カマラ・ハリス首相の小学校のすぐそばがもう空のアビニューって私大好きなんですけども、そこはね可愛いお店がちょこちょこあるって、ここのお店も可愛いマスクね、可愛らしいの売ってた。でそれで私の行きつけのね、はい、文房具屋さんこちらでございます。ここにね行ってちょっとなんかいろいろ買おうかなと思って、私がよ、私が見たかったのによ。だ結局自分のもんじゃなくて子供のもんいっぱい買わされる羽目になるんですけども、ここの文房具屋さんめちゃくちゃおすすめ。お店の人もすっごい文房具に詳しいし愛感じる店でございます。ぜひよかったら行ってみてくださいね。星の恐竜のやつとこのペーパーのシーツ、 OK、 あとこれ、ママ優しい、みんな優しい、見て見て見て、やばいやばいことなってるね。ここはアイス屋さんだ。ジン君は俺よ。マナちゃんはめっちゃ可愛い色じゃん。私はダークチョコレート、しかもチョコレートコーンだし。乾杯しよう。乾杯、乾杯。本当にアタックしちゃダメだよ。これジンの恐竜折り紙、多分説明書が入ってるかも。うん、あとこれ、この人、グリップ？グリップ？そう、鉛筆のグリップ。日本の人グリップ知らなかったら、グリップはこういう、持つのがもっと、強くなる。持つのが。もっと、もっと。これ、やるらしい。うん、気持ちいいわ、これつけたら。あった。万年筆が欲しいって言って、万年筆を買いました。どんなやつ？見して。かくののブランド、かくのさん、かくのこのタイプで、しかも M は結構太めのインク、太めにかけてたね。うん、使ってみてね。うん、全部難しそう。でもまたちょっとゆっくりやって考えて、ママやってあげるわな。何も新しいものゲットできなかった。何よ、クマちゃんとか、なんかそれドリームみたいな感じ、あとクマちゃんとか、あ、それ。皆様こんにちは、顔デビでございます。いかがお過ごしでしょうか。今日はねちょっと隣でなんかズームミーティング的なことされてる、ちょっとその音が気になりますけども、どうかお許しくださいませ。ひとみねやんが来て、ひとみねやんがね、あのマナちゃんに誕生日プレゼントくれたんだけども、その中の一つ
ノートがあったんだけど、ノート1個マナちゃん、3点セットのノート1つマナちゃんが私にくれました。かわいいやつ。ミャオミャオ、猫ちゃんノートめっちゃかわいい。後ろも見て、かわいい。おきゃわおきゃわ。これはね、中がね無地やねんな。なんか私無地のノートが好きやね。あのなんていうの、枠にはめられたりとか肩にはめられたり大嫌いから、線とかも嫌やし、基本的になんで線とかあったらさ、そこの線に収めろってことみたいな。私はそんなのに収まらないわよ。私は自由に描きたいのっていうタイプだから、基本的に無地が大好きです。いいね。私にステーショナリーに何かプレゼントしたいなと思う方は、無地のノートをプレゼントしてくれたら嬉しいかなと思います。ひとみにやのお友達がね、顔デビの YouTube を見てくださってるらしいです。どうもありがとうございます。そしてその方がね、これを香里さんに持ってくれたんです。これ何やと思いますか？わかりますか？こちらは鍋つかみになります。こう鍋のサイドをこうやって挟んで持ってもらったりとかね、そういう風に使うんです。最近の鍋つかみっていうのはこういうちっちゃなサイズになってるんですよ。奥様知ってました？いただきました。ありがとうございます。使わせていただきます。どうもありがとうございます。そして私、あのチャリティーオークション的なことにでゲットしたガテマラの可愛い織物の服ものになります。ガテマラのめっちゃ可愛いないですか？ほらここに、ほらハチドリかな、ハチドリがチュッチュッチュッと蜜を吸っております。ツツジかな、このお花ツツジ、分からんけど、めっちゃ可愛いないですか？ってかもう顔デビ全然、これ全然普段着しちゃうわよ。うん、めっちゃ可愛い。ガテマラ織の可愛いチャームしかも刺繍もついて、ちょっと静かにしてもらっていいですか？刺繍もついてる。もうちょっとさ、お土産がたくさんついてるわよ。どうしたらいいの、こんないっぱい。いいんですか？ありがとうございます。ちょっと可愛すぎます。皆さん可愛すぎて東京弁になってしまう。ありがとうございます。めちゃくちゃ可愛い。裏も見ますか？可愛い。やばいやばい。ママは文房具に弱いからね。めっちゃ嬉しい。涙ちょちょぎれって感じ。ありがとうございます。大事に使います。文房具やばい。これはもう本当に可愛すぎる。あー、私が死ぬ時はこれを全部こうやって飾ってください、棺桶に入れてくださいっていうぐらいに可愛いですね。まだあるんです。まだあるんです。そうなんです、まだあるんです、まだあるんです。あー可愛い。フリーダカードのポイ、あ可愛い。香里さんだったらいろいろ使ってもらえると思うからって言ってくださったんです。ありがとうございます。ママはめっちゃ使うよそれ。めっちゃ使う。私もうね、こういうのに弱い。そう、え、同じタイミング。そう、こういうのに弱い。もうめっちゃ可愛い。めっちゃ弱い。もうちょっとさ、可愛すぎて、もうちょっとなんか熱が出そうです。可愛すぎて、熱が出て。なんか幸せ、幸せってこういうことですね。幸せなんですね。私本当に幸せなんですよ。お墓に入れるんだ。そうですね、これも全部私の棺桶にこう入れてもらったら嬉しいかなと思います、将来は。香りで、はい、まだまだ死にませんけど、こういう感じでちょっと棺桶に入れてもらえたらって思います。もう本当に嬉しいから、ね、超嬉しい。え、ありがとうございます。涙ちょちょいます。まだあるんです。まだあるの。そう、まだあるの。ちょっと興奮しすぎてやばいわ。これなんです。これお洋服なんです。お洋服なの。お洋服なんだけど、布として使ったらどうかしらと言ってくれたんです。めちゃくちゃ綺麗なんです。やばいんです。もうやばくて涙が出てくるんです。かわいい、かわいすぎる。やばたんやばたん、ちょっとやばたんだ私これ。やばたんやばたん。なんてガテマラのものがなんてこんなに可愛いんですか。ありがとうございます。本当にありがとうございます。そして続いては、他の、また違う方からいただいたものなんですけど、私って結構いただくものが多いんです。ありがとうございます。シェイ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 カムサムニラ。いや本当にありがとうございます。私にいろんなものたちが来てくれて、可愛いものたちが集まってくれて、本当にありがとうって言いたいです。はい、ありがとうございます。皆さんのおかげでありがとうございます。はい、皆さんこちらでございます。かすりの着物でございますね。すっごい綺麗でしょ。私ね、かすりの着物めちゃくちゃ好きなんですよ。あの古布って言うんですか、かすり
あんま着物のこと分かってへんねんけど、もうね、これは大好きね。ですけども。こちらなんて一回も着てないんじゃないですか。綺麗な状態。ただ匂いが若干、古い匂いがありますので、これをどうにか匂いを消していかないといけないんですけども、めちゃくちゃ綺麗でしょう。私ね、ほんまにね、大好きやねん。大好きやねん。これでね、作ってるものちょっと紹介しますね。ちょっと待ってくださいね。これこれこれ。これです。私が、このかすりの着物、なんていうかな、コフっていうのを、なんていうんですか、正式名称ちょっと分かってないんだけど、そういうもので作ったバッグ、こんな感じなんですよ。だからめっちゃ使うんですよ、私。手作りパンだよ。こっちチョコクリームで、こっちなんだろう。ちょっとこれで食べてみたいと思いますので、中開けてください。はーい。はい、マナジンはどちらもクリームコロネ選びました。いただきます。どこから食べようかな。ここかな、うん、ここかうん、ここかうんうんうん、甘いクリーム、うん、どう、美味しい、美味しい、甘い、甘い、美味しい、ありがとうございます。ハンカチョコをございます。私はチョココロネいただきます。うん。うん。ジンの方にしてカメラ一回。うん。ダンスして。ありがとうございます。また見てね。